すげえ燃えてる燃えてる。なんかすげえな。やっぱり来た。星座来た。すげえな。火扱えるってこと？これどう見ても鳥さんですね。こことここ。あ、間違えた。こことこことここ。イエイ。あ、そういう形になってた。うわ、かっこいい。火の鳥やん。すげえな。萌え髪。おぉ。すげえ。ほんならあの氷溶かせるやん。やったぜ。ここにあったんか。ちょっともしかしてって思っててんよな。ラッキー。萌え髪。うん。前で。苛烈な神様ね。へえ。グレン。え、すげえ。うん。炎の上に筆を置いてそこから線を描くんや。へえ。文字のやつみたいやね。火の鳥の像に筆を置いて氷に向かって線を描く。オッケー。ここに筆を置いて、こういう感じやね。オッケー。なるほどね。岸に勝る熱い技。ほんまやで。うん。やった。火あればいけるってことやんな。ラッキー。例えば、あいつの唇いるって書いてあったけど、こっちかな。違う？手に入れたっけ？これは？どっか炎、あ、なるほど。この上に置いて、こうやね。で、これが、こう？こう？イェイ、開いた。ん？ここ？無限炭。やった。なんか怖いな、これ。あ、桃や。こんなエレベーターもあるんやね。ちょっと待って。もう、手に入れたんか。なるほどね。持ち物とかに入ってんのかな？すげえな、集まってきたな。あともうちょいやな。ん？よっしゃ。ありがとう。ありがとうさん。いける？あ、え、ここあれやんな、料理長のとこやんな。やっぱりそうやんな。そしてここにあるってことやね。了解、行くぜ。これさ、こうやってこうやってできる？もしかして。あ、できた。
やった。ラッキー。やったぜ。あ、ここで唇手に入るのか、もしかして。おきも。ちょっと気持ち悪ない。これ入れんの。ちょっと気持ち悪いで。よし。オッケー。次は。やっと氷ができるから、あそこまで行けばいいんやね。あの3階のとこ。よし、やっとここまで来れた。これで、こうやな。やっとできたぜ。おお。よし。来い。次、火か。めっちゃ怖いやん。こいつは風やな、多分。こいつは、多分風でいけんねんな、こうやって。こいつは、炎ないんか。どっかに炎ないんか。ないんか。よし。倒せた。火なかったな。よし。やっとや。怖いって。明けには入道の目玉。めちゃくちゃ怖い。よし。あ、ブドウが入ってた。ん？何これ。あー、なるほどね。あそこ開けれるってことね。ちょっと待って、おかして。火どこや、火。火ないんか。火なかったっけ。火やったら残りとかせんのにな。無駄やねんな。あれ、これ溶かせられへんやん。ないか。しゃあない、いっか。ん？え、え、何？怖い。うん。ああ、うまいで。とりあえず鍵開けに行こう。行け。よし。なんかある？入っちゃった。やっちゃった。何も調べん、入ってしまった。ん？どういうこと？これ危ないんじゃね？目の前の崖に道が現れたような。
こういうこと？むず。何これ。あ、地図手に入れた。なんか炎がつくことでなんかある？なんもないよな。開いたわ。何やったんやろ今の。なんかある？なんもないよな。もういいや、行こう。わからん。まあ全部手に入れたっけ。4階になんかあんのか。3、4階ってもしかしてやけど、スイッチずっとつけたままやったらあの炎つくってこと？え、ちょっと待ってくれ。それってだいぶいいんちゃう？もしかしてそういうことやったん？玉遊び注意ってこれ。やっぱりそういうことか。これここから持っていかなあかんってこと？大変すぎるやろ。よし、やっとや。これでずっとついたままってことやな。ほんならあそこの方、ほらやっぱりついたままや。っしゃ、やった。あの地下どうしようかな。行けるんかな。またその前に食材やな。ここまで来たし。そうや、ここの大砲や。よし、あ、そうか、だから必要やったやな。これでここにつけるんやろ。あれ？もしかしてこっちの壁？どこや？あれかな？あれっぽいねんけどな。こっから狙ったらいいんか。
この辺かな。でもあそこ狙うもんな。うわ惜しい。ここら辺かな。ん？いけた？っしゃ。だぜ。じゃあ出た。なんかあそこだけ違和感あったよな。お違うな、一線やな。よしリカもーらい。ええびっくりした。いきなり出てくるのかよ。お割ってった方がいいな、これ。ほら、太陽気ある。この近くにないかな。お、燃えてる。そういうこと？宝物や。やった。よし。そういうことね。なるほどね。よし。これで最後かな。ゲッ。よかった。よし、やっと揃った。これで揃ったな。クロアマンの弱の角全部揃ったぞ。あ、この奥やった気がする。ほらやった。大ハマフだ。これ絶対使えるやん。やっと見つけた。よしこれで OK やな。料理長のとこ行こう。お、やった。白間にやってみたら宝箱になってた。っしゃ、水晶。やったぜ。イエーイ。さ、さっさと料理長のとこ持っていこうっと。料理長持ってきたよ。はい。あ、よかったです。この唇だけ気持ち悪かったな。アケメンは入道の目玉もふんふんふん。あ、そうなん。はい
張って。料理長、アジミ、行くわよ。真心と、そして愛を込めて。いざ、アジカグラを捧げます。カグラ踊んの？おう。やっぱ気持ち悪いなぁ。うお。できた？できたわ。極限まで引き出す珠玉の前菜。待って、吐きだめ風ゲスのこねくり煮込みがついに完成した。名前がやばい。最高傑作。主菜串灘の味を何倍にも高め、ちょっと、おう、ああ、ついにあの鐘を鳴らす時が来たのね。あの鐘を鳴らすのは、あ、やめとこう。その麗しき鐘の音が、血の丸さんの幕を切って落とすのよ。いや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 、とりあえず鐘鳴らしには行くんですけども、いや、ついにオロチの決戦ですね。ちょっと一旦ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。